どうも皆さんこんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、 FIFA23 旧世代基盤での新要素一覧動画になっています。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。これから FIFA23 発売に向けてどんどん動画出していきたいと思っていますんで、ちょっとでもね気になっている方はぜひ本チャンネルを見ていただけると嬉しいなと思っております。今回の動画ではまずね、旧世代基盤って何ですかって話から始まりまして、旧世代基盤での新要素について話していくという形にしていきたいと思っております。ではまずですね、そもそも旧世代基盤って何ですかって話からしていきたいと思います。 FIFA23 ではマシンパワーによってですね、旧世代基盤っていうものと次世代基盤っていうものが分かれてまして、2つのバージョンがリリースされるものになっています。で、旧世代機って何ですかって話なんですけど、 PS4 と Xbox One が旧世代基盤で、次世代基盤が PS5、Xbox XS、PC、Stadia になっています。これの他にね、スイッチ版はレガシーエディションとしてまた別のものが発売されるようになります。でですね、次世代基盤と旧世代基盤って何が違うんですかって話なんですけど、これ結論ですね、各モードの中でできることは同じなんですけど、試合面であったりとか演出面の部分が若干違うっていう話になっています。なんで、キャリアモードとか UT とかプロクラブとかボルタとか、あとは今年の秋にリリースされる予定のワールドカップモードっていうのの、そのモードの中身は同じなんですけど、その中で試合をするっていうのになった時に、試合中の操作とか演出面がちょっと違うって話になっています。なので、各種モードに関する説明っていうのは今回省いて概要欄に載せますんで、気になっている方はそちらを見てくださいっていう話で、主に試合面とかね、映像面の部分で今作何が前作に比べて追加されたんですかっていうところを話していきたいと思います。では旧世代基盤での新要素一覧話していきたいと思います。試合中の操作面の部分の後にね、試合の映像面話していきたいと思っています。まずパワーシュートですね。これがおそらく FIFA23 の試合面で一番重要な要素なんじゃないかなと思うんですけど、シュートの種類が新しく追加されています。このパワーシュートはですね、 L1 プラス R1 プラスシュートボタンで出すことができるシュートになっていまして、これまでのシュートとは違って、打つまでにめちゃめちゃ時間はかかるんですけど、その分とんでもない威力で飛んでいくシュートになっています。僕一回ね、クローズドベータプレイさせていただいたんですけど、だいたいね 1.3 倍から 1.4 倍ぐらいの速度でシュートが飛んでいったイメージですね。かなり速いシュートを蹴れています。もちろん先ほど話した通りね、シュートを打つまでに時間かかるっていうところと、あとシュートをね打つまでの間にどこに蹴るかっていうのはある程度マニュアルで決めなきゃいけないっていうのがあって、普通のシュートと違って全然アシストがかからないんで、そこをしっかり定めてやる必要はあるんですけど、ここは多分練習さえすればどうにかなるところだなと思っていますんで、結構ね、来作の頭とかは特に猛威を振るうシュートになるんじゃないかなと思います。次にセットプレイに関する部分です。セットプレイが大きく変わっています。フリーキック、コーナーキック、PK それぞれ変わっていまして、まずフリーキックについてはね、こんな感じの映像になっています。これまでとは全然違うんですが、まずエイムが消えていますっていうところと、蹴るときにね、ボールを蹴る位置っていうのが視覚的に表示されるようになっていますんで、その位置を蹴るとこういうカーブが飛んでいきますよというところまで分かるようになっています。ただ一方でボールの着地点っていうのが分からなくなっていまして、蹴り始めのね、こういう感じで飛んでいくよというところしか分からないんで、結構決めるのは難しくなっている印象ですね。これも練習必須だと思います。コーナーキックについても、これまでと違ってね、横での映像ではなくて、コーナーを蹴る側からの映像になっています。 PK についても大きく変わっています。これまではフリーキックと同じようにね、エイム、ターゲットが表示されていたんですけど、今回はボールの周りにこのね、タイミングフィニッシュのゲージみたいなものが表示されていまして、このボールのこの周りに出ている影が一番小さい状態で蹴ると精度がめちゃめちゃ上がるっていう形になっています。次に攻撃に関する部分ですね。まずシュートから改善点話していきたいと思います。まずシュートのセミアシストがかかっているシュートについては、ゴールにより近い位置で得点を狙うほど精度が上がって、遠い位置から狙うと枠を外しやすくなるとのことですね。で、その次に、ドリブンシュート、低弾道シュートについてなんですけど、これまではね、パワーシュートと同じ L1 プラス R1 プラスシュートボタンで押すことができたんですけど、それがパワーシュートに変わったんで、代わりにね、パワーバー、シュートのゲージを押した時に、この選手の頭の上とか、まあ右下左下に出てる選手名の下にね、ゲージが出てると思うんですけど、これが 40% 以下の時には低弾道シュートになるみたいですね。
あとアウトサイドのシュートが打てるようになりました。これまではアウトサイドのシュートって、まあ、たまたま出るっていう感じだったと思うんですけど、 L2 を押しながらシュートボタンを押すとアウトカーブのボールが飛んでいきやすくなるみたいですね。特に選手の特性にアウトカーブっていうものを持っているものについては、よりアウトサイドのシュートの優先度が上がるようになるみたいです。次にパスに関する部分ですね、これまでに比べてよりセミアシストの設定をしている方について入力通りにボールが飛んでいくようになるみたいですね。スルーパスとかロブスルーとかロングボールとか、それぞれ入力によってちゃんとしたね、それに依存したボールが飛んでいくようになるみたいです。次にクロスゾーンの拡大ですね。これまでに比べてクロス判定がなされる、綺麗にね真ん中に向かってボールが飛んでいく判定がなされる範囲が増えたっていう形になっています。次にアウトサイドのパスですね。シュートと同じように L2 プラスパスボタンでアウトサイドのパスを出せるようになっています。アウトカーブの特性を持っている選手はアウトサイドパスの精度が上がるみたいですね。モドリッチとかでやってみたいですね。次にスキルムーブです。 FIFA23 では4つの新しいスキルムーブと3つの新しいシュートフェイクが追加されています。 PV に映っていたねフェリックスがやっていたスキルムーブであったりとか、あとはエンバペがやっていたシュートフェイントみたいなものが含まれているかなと思うんですけど、それらがね新しく追加されているという形になっています。クローズドベータの体験動画でもね話したんですけど、このねあのヒールトゥーボールロールっていうフェイクがめちゃめちゃ強くてですね、多分開幕入るんじゃないかなと思ってますね。であとですね、左利きのスキルムーブが新しく追加されているっていうところで、エラシコとかね、あとはフリックオーバー、まああとフォーカスフォーカスとかっていうところが一部のスキルム限定なんですけど、左利き専用のスキルが追加されています。次に攻撃ポジションの部分ですね。まずチームメイトのダブルサポートです。自分がボールを持っている時に周りの選手に対して R1 を2回押すと味方が近くに来てボールをサポートしてくれます。まあ要はパスコースの確保をしてくれるって形ですね。で次にレジスタ選手への指示として CDM の選手に対して、ボールをね常に要求してボールを持っている味方に寄っていくっていう指示をすることができるようになります。次にボールのコントロールに関する部分ですね。2つ気になっているところがあります。まず1つ目がステップインっていうものなんですけど、自分がフィジカルが高い場合ですね、 L2 を押した後に離すと相手のディフェンダーが迫ってきた時にそれを邪魔するというか、ボール自分相手ディフェンダーっていうこの順番になるっていうところで、そのねディフェンダーと接触する時に大きな間隔が空くようになりますと、要はキープしやすくなるっていう話ですね。でもう一つシールドプッシュバックっていうのが追加されていまして、自分がボールをシールドですね、 L2 を押しているとシールドっていう状況になるんですけど、この時にL スティックを相手の方ですね、ディフェンダーの方に倒すと選手が自分の体で後ろの選手を押そうとしますということで、これも同じようにねよりキープをする際に重要になってくるんじゃないかなと思います。次にゴールキーパーに関する新要素ですね。まずゴールキーパーの視界に関する情報なんですけど、視野が他の選手に塞がれているとゴールキーパーの反応が遅くなりますということで、例えばフリーキックの壁とかね、壁の間からボールが出てきましたよみたいな時は露骨に反応が悪くなるみたいですね。ただ、ゴールキーパーのね反射神経とリアクションの能力値によって、セーブの能力に与える影響が異なるっていうところで、ここの数値は非常に大事になってくるんじゃないかなと思います。次にゴールキーパーのスローに関する、まあ、投げるボールに関する部分なんですけど、スピードとか精度が向上することでより効果的な軌道を描くようになっています。次にゴールキーパーのドリブンロールですね。下手投げのねめっちゃ速いボールかなと思うんですけど、 R1 プラス×ボタンで押すことができるみたいです。あとはグローブの調整とかセーブ後のアニメーションだったりっていう細かいところがね新しく追加されているとのことです。次にディフェンスに関する新要素ですね。ここ結構大事かなと思うんですけど、部分的なチームプレス、パーシャルチームプレスっていうやつなんですけど、ディフェンス時に R2 をダブルタップして長押しですね、要はパンパンとその2回目の時にずっとホールドするって形だと思うんですけど、自分が操作している以外の味方の2人の選手が相手がパスを出そうとするまでのパスコースですねをぴったり切ろうとしますというところで、これは特にね点を取り返したい時とかにかなり重要になってくるんじゃないかなと思います。まあ当然ねパスコースが塞がれる分遠いところは空いたりするんでね、そこをまあ見極めてねロングボール蹴るみたいなところも攻撃してる側からしたら対策になってくるんじゃないかなと思うんですけど、かなり重要になってくるかなと思いますね。このパーシャルチームプレスについては R1 ボタンをねこの長押ししてる状況から離すと解除されるようになるみたいです。あとですねカスタム戦術の守備時の深さに関してより極端にね
差別化がなされるみたいで、これまでまあ言うても70とかでもまあちょい浅めみたいな感じだったと思うんですけど、数値によって極端に多分ハーフラインぐらいまでガッて上がったりするのかなと思います。次にシュートブロックについてです。まずですね、相手選手との距離によってシュートブロックの範囲が変わるようになります。まず相手選手との距離が1メートル以内の場合は、自分が操作していない AI 操作の選手でも自動的にブロックを行ってくれます。次に 1.4 メートル以内の時はですね、自分が操作している選手のみ自動的にブロックをしてくれるようになります。で、最後に 1.8 メートル以下の場合ですね、要は 1.4 メートルから 1.8 メートルの場合は、自分が操作している選手がマニュアルでね、ブロックボタンを、まあ四角ボタンかなを押すことで、ブロックを行うことができるようになります。あと相手の切り返し等々によって、自分の選手がね方向転換する際にはブロックの範囲がめちゃめちゃ下がるみたいですね。次にタックルについてです。新しくハードスライディングっていうものが追加されています。 R1 プラススライディングボタンを押すことで、そのボールを取るんじゃなくて、もうとりあえずプレイを一回切ってやろうっていう、まあ、大きく蹴り出すっていうところを目的としたスライディングを行うようになるみたいですね。次にボールのシェパーディングですね。よくサッカーで見るピッチをね割りそうな時に、相手選手が追いかけてくるんだけど、ディフェンダーがそれをカットするというか、あの体投げ出してね、ボールはその触らせないみたいなプレーすると思うんですけど、あれができるようになります。それはですね、 L2 をね長押しするだけで出せるみたいですね。相手が最後にボールをタッチしていて、ピッチからボールが出そうな時、最も近い選手がボールのシェパーディングを行うようになるみたいです。次に選手切り替えについてです。今作から新しくね、右スティックの切り替えの種類が増えていまして、長く倒すことでより遠くにいる選手に切り替わるようになります。これまではフリックでね一人一人変えるしかなかったんですけど、プラスで右スティックを長く倒すことで、おそらくその方向がある程度指定されて、この人に変えますよ、いいですかというのがあって、それを戻すとね、その指定の選手に切り替わるという形になるんじゃないかなと思います。まあこれでね、センターバックとかに未然に合わせることができますんで、ロングボールに対する対応とかっていうのは、まあ楽になるんじゃないかなと思ってますね。次に試合中のルールに関する変更点です。まず交代人数が5人になります。オンラインシーズンとかシーズンのコープマッチみたいな一部のモードを除いて、アルティメットチームとかキャリアモードとかっていうところは交代人数が5人になります。次に新しいオフサイドアドバンテージの表示です。これまで基本的にヒサではオフサイドが生まれるとオフサイドで一回プレイが止まるっていう形だったんですけど、ライサックはですね、オフサイドアドバンテージが表示されることで試合がそのまんま続くようになります。とはいえね、守備時に L2 プラス R2 を押すと一回プレイが切ってオフサイド扱いにするっていうこともできるみたいですね。で、逆に攻撃時の選手がオフサイドになった時にスーパーキャンセル L2 プラス R2 を押すとオフサイド判定じゃなくなるっていうところで、そのオフサイド判定じゃなくなった選手の後ろからね走ってきた選手っていうのはオフサイドにならないという形になるみたいです。次にオフラインモード限定ではあるんですけど、審判の判定に厳しさっていうのが5段階設定されるようになります。とても寛大からとても厳格化までの5段階ありまして、オンラインモードの場合は真ん中のね初期設定の、厳しさになるみたいです。あとは選手の動き自体の話なんですけど、トップスピードが向上したりとか、新しく固有ランが追加されたりとかっていうところですね。このあたりの要素が追加されています。次に CPU の AI についてなんですが、これまでに比べてより状況によって戦い方を変えてくるようになるみたいで、特にオフライン勢の方からすればね非常に嬉しいところかなと思います。加えてコンピューターがよりリスクの高いファール、クロス、カウンターを仕掛けるようになったりとか、あとはサイドラインを使った攻めをしてくるとか、いろんなパスを検討するようになって、ダイレクトパスですね、まあ、いわゆるそのフラッシュパスみたいなところをあんまり対応しなくなるみたいなところが、あるみたいですね。ここまでが試合中の操作面に関する新要素になっていまして、ここからは試合映像に関する新要素を話していきたいと思います。まずカメラの刷新ですね。これまでも場面場面で選手が映るっていうのがあったんですけど、この種類がより増えまして、より臨場感の高い体験を味わえるようになるみたいです。次に女性審判ですね。FIFA シリーズで初めて女性審判が登場しますということでね、まあ、ピッチの多様性がさらに広がりますとのことです。次に新しいトレーナーについてです。これまでもね選手の操作、まあ、自分の操作をサポートしてくれるトレーナーという機能がありまして、今この場面は×とか押すとパスが蹴れるし、丸押すとねシュートが打てるよみたいなのが表示されていたんですけど、これがよりねグラフィックが進化しまして、なんと言いますか、試合により馴染んだ見た目になっているかなと思います。個人的にはねこれまでより FIFA23 の方が好きですね。次に試合中の BGM についてなんですが、これまではできなかったサウンドトラックっていうのを
試合中に流すことができるようになります。実況に代わってこの音楽を流せるようになるという形ですね。非常に嬉しいですね。次に新しいゴール後のサウンドエフェクトについてです。これまでも各クラブの選手が点を取った場合は専用の BGM 流れるっていうのがあったんですけど、プラスでねオリジナルのサイレンとかブザーとか動物の鳴き声みたいなところが流れるようになるみたいです。これが何のモードで使えるかっていうのはまだわからんっていう状況ですね。最後に新セレブレーションです。毎年ね前のシーズンであった特徴的なセレブレーションが自作に反映されるっていうのがあるんですけど、今作もねエンバペのスライディングのセレブレーションとか、あとはジョタのゲームしてるセレブレーションみたいなところが追加されて、よりね多様性が生まれているかなと思います。ということで FIFA 23旧世代基盤での新要素について解説してきました。ぜひ参考になれば幸いです。もちろんね次世代基盤に比べるといろんな要素がないっていうのはあるんですけど、PS4 版の FIFA 23が比べるべきなのは PS4 版の FIFA 22だと思っていますんで、そういう意味ではね間違いなく進化しているっていうところで勝って損することはないんじゃないかなと思っております。特にキャリアモードとかは結構ね演出進化していますんでね、キャリアモード中心にやっている方は間違いなく勝って損することはないかなと思ってますね。ということでこれからも FIFA 関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っております。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではありがとうございました。